ユーのややさん、ありがとうございます。カブさん、練習お疲れ様ですね。パープルのキラキラが暗い部屋に似合いますね。なんかカラオケボックスみたいですね。ありがとうございます。なんかね、昨日は結構疲れましたね。まあ、いわゆる無駄に疲れたってやつですよ。まあ、だって公式ではありませんからね、陸上フィギュアっていうと。だから、ね、そんな感じで楽しいけど、そう。まあ、そんな感じで、編集はね、面白く、見やすいように。見やすいっていうか、ちょっと昨日暗かったんで微妙でしたよね。まあ、ちょっと編集を工夫しながらね、やっていきますんで。松井邦子さん、どうもありがとうございます。カブさん、こんにちは。15年と17年は曲は分かりませんでしたが、でもオペラの歌詞が違うことしか分かりませんでした。コーチの先生が15年はシニア上がったばかりで、若いから、若いオペラ歌手を使用して分かりませんでした。これは樋口美保子先生のことでしょうかね。でも思い出しましたが、ステップ踏んで後ろ足でトントンとやっている時の曲は、17年の時は懐かしいです。あ、なかったです。なるほど。どこの部分だろう。翔馬さん、初めてトゥーランドットを演技はジャパンカップ。浅田真央さんの復帰戦、翔馬さんが男子で一番、パトリック・チャント、これはフリアンデス、あれかな、フェルナンデスですかね、多分、フェルナンデス。フリアンデス。名前が違ったらすみません。抑えて、ジャンプ、綺麗に飛んで、全部、着地して、着氷して、演技も美しかったから、一番になりました。これでも、すごいですね。フェルナンデスがあの時は、どんなメンツだったかってちょっと忘れましたが、そういう感じだったんだ。なるほど。でもこの緑っていうのは本当トリプルアクセルトリプルと衝撃でしたね。できなかったジャンプで3回転をつけるっていうのは相当な努力かと思いますよ。キサラゲニジオンさんです。ありがとうございます。2015年の緑トゥーランの曲について、歌はポール・ポッツさんで若々しい感じで、2018年の青トゥーランは名前を忘れてすいませんが、オペラの大御所の方で重厚感が増しているみたいな記事を見たことがします。ああ、新しいですね、これ。そこまでは分からなかった。オペラの歌詞変わってたんですね。すみません。これは僕初めて知りました。もし荒川静香さんの参考にしたとしたら、翔馬くん自身ではなく、コーチフリースキー師だった、美保子先生や町子先生かなと思います。ああ、そうでしょうね、きっとね。多分翔馬くんはあんまそこは考えてないというか、自分の滑りとか練習に集中しますね。確かに。参考にしたのかな？気になりますね。先生にインタビューしたらダメかな、これは。キサラギ24さん、どうもです。ジャパンオープン開催前にして、テルトーさんがフィギュアスケートジャパンオープン、心に残る名場面総選挙と、銘打って、えりすぐりの、10場面からあなたの心に残る、名シーンを投票してください。1位に選べた場面は動画でたっぷり公開されるそうですが、テルトーさんが選んだよりすぐりの、10場面がということみたいです。なんだろう。なぜか5年連続ジャパンオープンに出場している翔馬くんが1つも入っていないんです。ちょっと待って、どういうことこれ。一瞬では分からなかったですよ。ジャパンオープン、テレ東さんが出したこのジャパンオープン、心に残る名場面総選挙っていうのがあったらしいですけど、これは皆さんが投票するっていうことでしょうかね。皆さんがその、動画でこうピッて押したりして、 D ボタンかなんかで押してやっての投票っていうことなのかな。なぜか5年連続ジャパンオープンに出場している翔馬くんが1つも入っていないということです。それは寂しいですね。それこそ今話題になっている2015年の緑トゥーランのみんなが驚いた高得点、出した場面ではないの、どういう選びすぐりなのか疑問です。ジャパンオープンとカーニバルオンワイスがごちゃ混ぜみたいですし、という。なんで？寂しいですね、これは。他の何が一体選ばれたんだろう。でも10画面の中に選ばれてなかったのはちょっと寂しいですね。竹森猫さん、こんにちは。ありがとうございます。緑トゥーラン、青トゥーラン、どちらも好きですよ。エステップ部分のアレンジが違うの、ピョンチャン五輪シーズンの方がより重厚感がプラスされた感じですかね。
今でもピョンチャン五輪のフリーの演技を時々見ています。最後の方、美穂子先生がフェンスを叩いて必死に応援されてる姿にうるうるしてます。同じですね。やってましたよね。あ、頑張れ頑張れって、本当もう背をこう、こういう風に猫背っていうか、猫背じゃないと前にしてこうわーってね、やってましたよね。すごい懐かしいなと思います。あの時あれかな、次トリプルサルコートリプルトの前だったかな。まあ、新鮮な3回転サルコートリプルトが見えたっていうね、ことでしたけどね。で、ほんと最後の方、頑張れ頑張れっていう感じでしたからね、本当にね。また見たいですね、ああいうシーン。ジュケムさん、ありがとうございます。カブ君、おはようございます。今日も暑くなりそうです。青トゥーランの時は、樋口美穂子先生から、トゥーランドットは、さっきのものとは違う音源を使うとコメントが入りました。ああ、なるほど。それから、アイスショーで流れている音楽を聴き込んで、アルファンさんが、これだと実績がある歌手の音源を、探し出されました。その方が提示された音楽を聴いて、私も夢が広がりました。特に最後のコーラスは盛り上がりが素晴らしかったですね。そして、緑トゥーランを歌ったポール・ポッチツ氏ですが、この方は奇跡の歌声と評された方です。へえ、すごいですね。知らなかったんです。ポール・ポッツ、まさに大逆転人生を歩まれた方で、映画化までされたそうですね。オペラ歌手になれなかった男性がオーディション番組で一発逆転する、サクセスストーリー。なんとこのオーディション番組で歌った曲がトゥーランドットでした。なるほど、すごいですね。なんか、こういうからくり、こういうプロセスっていうのを樋口美穂子先生たちは知ってて、それで選んだっていうことでしょうかね。そして緑トゥーランのジャパンオープンの演技がまた話題になっているとは知りませんでした。僕もなんですよ。この時は復帰した真央ちゃんメインです。あと日本、あ、そっかそっか、真央ちゃんこの時確か何だったっけな、あれなんか555日ぶりになんか復帰とか言ってたやつですよね。あれ、曲名がマダムバタフライ、蝶々夫人でしたね。あと日本人選手はサットンと村上大輔選手、翔馬くんでした。テレビ局は翔馬くんを可愛がる真央ちゃんを映したいと思ったんでしょうね。ところが翔馬くんは後半4回転トーループ、しかもダブルトーループをつけたコンビネーションジャンプをきれいに着氷して、解説の小田さんがパニックを起こしていたかなということみたいです。あ、これはちょっと分かんなかったですね。当時は後半に4回転ジャンプはありえなかったらしいです。ああ、そっか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 、だからか。しかもコンビネーションジャンプ。このシーズンは最後のボストン世界選手権で、の演技が思い通りに演技ができず涙に暮れましたが、たまたま、TCC、チームチャレンジカップがあり、4回転フリップの成功を含めて笑ってプログラムにさようならができたことが、次のステップに上がるきっかけになりました。いいですね。笑ってプログラムにさようならできたっていうのはなんか、これは宇野くんならではの言葉なのかな。余談ですが、この試合が私一押しのトリプルアクセルシングルオイラートリプルフリップの初お披露目でした。この前後の翔馬くんの顔と来たらうぷぷというねことなんですけどね。この時ってオイラーって言ってましたかね。トリプルアクセルシングルループトリプルフリップだったかな。なんか一時期ね、 1,2 年だったかな。オイラーのことをループって言ってましたよね。今はもうオイラーに、ね、なってますけど、そんな感じで、この2015年のこのジャパンオープンが結構話題になってるっていうのは、あんま知らなかったんで、ちょっと今回新鮮でしたね。みわさん、おはようございます。ありがとうございます。緑トゥーランといえばジャパンオープン、埼玉スーパーアリーナ。ああ、やっぱり、すいません、僕知らなかったですね。これが話題になっているとは。明日もーちゃんの休み明け復帰戦だったから、お客様も、超満員で、マスコミやテレビの確かライブも見ましたよ。可愛い、緑翔馬くんはシニアデビューでしたが、4回転ピッと、しばし決めていき、可愛いけどすごい、男子1位で点数が高い当時、観客総立ち、皆さんびっくり、もーちゃんが翔馬1位だよ、ポンポンプリプリ、翔馬くんはにかみテレ、可愛くて、ものすごくインパクトを与えましたよ。注目の大会だったから、カメラもいつもより半端ないあの大会は、
浅田真央ちゃんのフリー、あ、蝶々の夫人ですよね、やっぱりね。うん。を滑り、この時は膝も怪我をしていなかったから、トリプルアクセルや3回転もビシバシしてて、そう。うん、思い出しました。うん。あの時、真央ちゃん確か、後半のトリプルフリップかのコンビネーションが1回でなって、トリプルフリップシングルループかな、なっちゃって、あの佐藤信夫さんに、先生に、あそこをトリプルトリプルにしたかったって話してて、そしたら佐藤先生が渋い顔されてましたね。うん。すごいそこを覚えてるんですよ。あの時すごいうまくいきましたよね、真央ちゃん。終わりに翔真くん、跳ね崩したっていうのに、行ったら、翔真くんが緊張して1ミリも動けなくて、ここが可愛すぎたということみたいですね。ビデオに撮りましたから何回も見ましたよ。うん。ピョンチャンオリンピックでは、確かやはりオリンピックだったから、また同じ曲を使って振り付けは違いますが、後から緑トゥーランも好き、皆さん言われてます。ああ、なるほど。あんまね、僕、緑トゥーラン、そこまで見てなかったんで、今回見たら、と思ってね、うん、後から緑トゥーランも好きと皆さん言われていますよ。見てくださいね。その時エキシビションで、真央ちゃんをエスコートだったからな。うん、懐かしい思い出に残るジャパンオープン。翔真くんと真央ちゃん、ぶっちぎりで1位ですね。なんか投票があり、例にいろいろあるのに、なぜか今回出場する翔真くんの名前すらなくて、違うエキシビションの演技の人の例を挙げたり、雑なテレビ局じゃないかということなんですね。お題になっていて、ファンの気持ちを逆なでしていて、全く分かっていないテレビ局と、お題なり、しっかり出られる4人と、ペアとアイスダンスに焦点を当てて盛り上げてほしいなと。うん。人生メアトル、ぜひテレビ地上波でお願いしたい。またまた朝から語りました。エミリー様の返信に間に合わず、ここにコメントしました。いやー、すごいですね。翔真くんの後半の4回転とダブル等の4回転トーループの部分で、小田さんが叫んだりとか、知らなかったですね、ちょっと。うん。言われてみたら、すごいコートかなと思うんですけど、確かにあんまり話題にならなかった気がするんで、うん。でもこれ、この時にカブくんテレビやってたら、多分もっと盛り上がった気がするんで、早くカブくんテレビやりたかったですね。うん。わー、ちょっとなんか惜しいなと思ってます。もうちょっと早く、できれば、トリノオリンピック終わったあたりから YouTube やってればなって、ね、ちょっと思ってますけどね。あれ、YouTube って、そういえばいつから当たったんだろう。あ、皆さんありがとうございます。先ほどの、前の前にコメントしたんでよかったら、緑トゥーランよろしくお願いします。多分今のこちらのコメントですよね。うん。そう。だから緑トゥーランもね、盛り上がってるんですよ、今。エミリーさんありがとうございます。テレ東さんの投票は今年のジャパンオープンに出る女子選手2人、2018年の坂本香織ちゃんの初出場と2019年の紀平梨花ちゃんの初出場が一緒にいたのを項目にされていたり、翔真くんとゆうまくんは完全する。へえ、意地悪ですね。なんでスルーしちゃったんだろう。そして高橋大輔選手のデータが間違っていたり、ツッコミどころが満載なんですよ。なぜでしょうかね。うん、あとは、真央ちゃんとプルシェンコさんと、ハビエル・フェルナンデスさんと、小田さんとジャパンオープンではなく、カーニバル・オン・ワイスより、羽生くんと町田くんから選びます。私はなんだかわかんないけど、8分のプログラムだという町田くんに投票してみました。はい。あ、この時か、町田さんの白鳥の湖、白鳥の表情の舞踊劇、うん、好きでしたね。羽をこう上に上げるんですよね。もう大好きで、何回も見ましたよ。うん、白鳥の湖は僕はもちろん曲は知ってましたけど、バレエでちゃんと見たことないんですよ。だから、あ、こういう感じなんだ。しかも解説の方も分かりやすく解説されて面白かったですね。うん、こういう物語だったんだってね、すごかったですね。すごい感動した思い出があります。うん、それでもう一回開いてみたら、また投票できそうだったんで、かおちゃんとりかちゃんのセット売り項目にも投票してみたら、何回でもできるみたいですね。AKB 総選挙みたいでした。あ、AKB ってそんな感じなんですね。うん。羽生くんは皆さんもされていると思うんで、お任せで。皆さんよかったら遊んでみたらいいかもしれませんね。うん。そまくんの緑トゥーランに投票したのにという方は、いつきくんが我が家の名場面としてツイッターを上げてくれたんで、そこにメッセージを送って、しょうまくんにエールを届ける方法で、テレ東さんには届きませんが、しょうまくんに届けば十分ですということみたいです。テレ東さんは、あんま、あれかな、宇野くんどうなんだろうね。うん。最後にオチですが、我が家はテレ東系列は映りません。そもそも、見られないんです。ジャパンオープンは、ということですね。うん。なんでだろう。
ということなんですよね。うん。そういうこと、テレビのあれか、地域的にダメっていうことみたいですね。なんか美輪さんどうもです。こんにちは。テレビ東京が、こちらは名前はテレビ局違いますが、系列が同じだから見られましたよ。真央ちゃんファンの私はもちろん、ビデオセットしてワクワク見ましたよ。真央ちゃんで始まる前から、ものすごくマスコミもカメラもすごい中、翔真くんもものすごくて、見せてあげたい全部。うん。そしてエミリーさん、うちの地域ではテレビ大阪が系列なんですけど、電波がダメなんです。もう諦め。でも今度のカンテレのザ・アイスは映りますからお任せよ。姉さんくんとショマくんが大笑いしている予告がありましたよということみたいですね。大笑いですよ、大笑い。うん。英語でちょっとコンタクトしてたんですかね。なんだろう。なんかあったのかな。面白いですね。うん。美輪さん、ザ・アイス2人が大笑いなんだって見たい。しかし今度は私がテレビ放送で、こちらはなくて A でした。代わりに野球になっていてがっかり。コメントお待ちしています。誰か YouTube に上げてくんないかな。上がるのを期待して。うん。まあ著作権の問題がやっぱりちょっとあるんで、まあ最近厳しいんでどうなのかちょっとわかりませんけど、うん。まあ僕もちゃっかり期待してるんですよね。うん。ここにちゃっかり期待してる人は1名いますよ、僕。うん。エビーさんありがとうございます。しかしあれですね、期待していたジャパンオープンだけに翔真くんファンはの、は気持ちを持っていく先がなくて、普段は平和な私の見ているツイッター画面も荒れ気味でしたが、いつきくんが、我が家の名場面の一言で収めてくれましたよ。いつきくんはいつもこうです。だからYouTube も始めたっていうのは非常に良かったですね。うん。私は緑トゥーランといえば悔しい世界選手権のイメージだったんで、こんな燃え立つような演技があったんだと思ってカブくんさんに見てほしかったですが、そこから青トゥーランとの曲の比較もできて楽しかったです。周りにあった女子選手の滑るトゥーランと男子選手の滑るトゥーランでの違いも面白かったですしね。カブくんテレビはいつもこうです。ありがとうございます。うん。でマイトゥーランはそういえば女子のね、まあ、大手雪菜さんとか荒川静香さんももちろんですけどね、うん、話しましたよね。そう、僕もね、世界選手権のこのトゥーランっていうと、トゥーランっていうと悔しいイメージがあったんですよ。やっぱ2016年の世界選手権。だからこの時の、この時の、シーズンの、うん、世界選手権ですよね。あの時でかなりミスっちゃって、うん、そう、それでかなり悔しくて泣いたと思うんですよね。で、その後、まあ、チャレンジャーズカップだったかな。チャレンジカップだったかな。で、ね、4回転フリップを決めたんで、どんでん返しがあって、笑ってこのプログラム、お別れできるっていうのがあったんでね。まあ、お別れできたはずなのに、また使いましたけどね。うん。はい。ということなんです。美輪さん、本当に樹くんは分かっていて、まさにマネージャー見習い中、実力を発揮されていますよね。しかし、なぜそんなに翔真くんを前に出さずにガードして隠すのか、不思議ですね。うん、この時のそのテレビのその、そういうなんだ、スタイルっていうのは、いまいち全然分からなかったんで、今回初めて知ったんですけどね。うん、別に普通に応援したり報道もしても、皆さんは既に知っているし、ファンもたくさんいるのに、今更何か出さないように、なんとか例が、観光例かな、なんとか例が出ていると考えてしまいますよ、という、観光例っていうのかな。うん。何も悪いことはしていないのに、真央ちゃんの時と似ているから、やはり、電通さんの嫌がらせと疑ってしまう。で、電通さん、違うとは言い難いかもということですね。それでも、溢れる魅力は、抑えられませんね。人それぞれ好みがあるから分かりませんが、私は宇野昌磨くんがスケーターさんの中で一番好き。これは理屈ではないから変わりません。これからも変わらず応援していきます。うん。まあこれ理屈じゃないっていうね。うん。そういう感じでね、まあこれからも応援していきたいですね。うん。そして皆さんもう一丁でございます。埼玉スーパーアリーナ、衝撃の宇野昌磨シニアデビュー、ぶっちぎり男子1位、お客様総立ち、カメラマンびっくり、テレビ放送、明日真央ちゃん復帰戦だからあり、真央ちゃんの喜び、強烈なインパクト、それに今年も出場、それを皆さんが印象に残った演技に例として、テレビ局が挙げていなくて、雑なテレビ局、新人にやらせたのか、カーニバルとごっちゃ混ぜ選手にまとめて、宇野昌磨くんは名前すら出さない。変ですよね。どうなっているのか。しっかり出場選手を応援しなくてどうするの。だから見る人が違和感あり、スケートますますとか、ざわざわしていましたよ。G 戦目を取る、そんなに見せたくないのかな、レベル2ということみたいですね。うん。なんとなくですけど、ちょっとコメント見る限り、宇野昌磨くんの動画というか、まあ、
放送が雑にされてる感じやっぱありますかね。でもこれもしかして天才すぎて逆に凄さが伝わらないのかな。どうなんだろうね、ちょっとわかんないですよね。うん、でも羽生さん側から、羽生さんのその放送とかもたまになんかフジテレビの件でなんか意地悪されたみたいな話も聞くんで、結構だから あるのかっていうね、ちょっとよくわかりませんけどね。うん、でも僕はもういろんな選手の演技見たりとか、宇野くんのトゥーランもね、まあ、僕は人生目当てでは過去一ですけどもね、ボレドが過去一だったんですけど、それを超える人生目当てで持ってきてるんで、うん、もうそれだけでも贅沢ですね。三輪さんどうもです。もうさんとでございます。それから私は緑トゥーランも青トゥーランもどちらも好きですよ。それぞれの良さがあり、また若い時はその時しか出せない魅力もあり、今滑るとまた違うでしょうが、しょうまくんの DVD 未完、こちらにも両方しっかり入っています。さあ、この前ジュリムさんがおっしゃっていた、なんか衣装をちょきちょき切っちゃったっていうのって、どっちでしたっけ、青トゥーランか、これは。うん、しかも緑トゥーランは世界選手権でフリー1本ジャンプ転倒したから、キスクラで涙を流して泣いて、演技見たらそんなにとても良かったのに台乗りできず、この時は確か9位でしたっけ、確か順位的に言うと結構落としちゃいましたよね。でも結構ね、崩れてしまったって覚えてますよ。やっぱグランプリシリーズとか結構良かったと思うんで、うん、この時は多分ジャパンオープンが一番良くて、良かったっていう感じだったんでしょうかね。それを見たフィルランデスさんがもらい泣き、優しいと話題に。ああ、これも初めてですね。なるほど。ユズとフィルランデスは仲いいっていうイメージがあります。宇野くんの演技に涙したということですね。これは初でしたね。次のシーズン、ロコは頑張りましたよね。うん、懐かしい。そうそうそう、このロコね、ロコのテーマ。また話は変わりますが、カブさんがしょうまくんは YouTube バーについて、私はやはり現役だから、コロナ中は時間があり良かったですが、今は練習にアイスショーも、4月から次々にアイスショーも、やはりショーのオープニングやエンディングなど振り付けがあったり、練習に早めに会場入りしたり、終わるとまた新しい新プログラムの振り付けに、ミスノさんイベントやコラントッティさんイベントに、その他カタログ撮影や雑誌インタビューやいろいろ忙しいし、ゆっくり YouTube の時間が取れないから、やはり現役練習を優先だから仕方がないかなと、うん、ですよね。うん、そう思います。だからまあ、やっぱりこう、現役生活、やっぱ他の選手とこう戦っていくわけなんで、その作戦とか分かっちゃったらまずいですよね。うん。なんで、YouTuber 控えていくのかなと。うん。現役の間はありがたく、樹くんのワンワンからたくさんちょこちょこ日頃のリラックスや、練習、ちらっとコメントに叱り気味の、叱り気なく、近況報告などもあるからありがたいし、このくらいがちょうどいいと思っていますよね。うん。まあ確かにそうですね。確かに今はだから、ワンちゃんたちとかをね、見ながら、うん、そういう感じが、宇野くんには今はいいかなっていう感じしますね。あまりがっつりだと戦略が見えすぎて真似されたり、マイナスにもなれるから、出しすぎにチラッとで、うん。現役ではなくなってからがっつり歓迎ですが、試合もすぐにやってきたら、次々にまた3月の世界選手権まで、大変だから、翔馬くんは翔馬くんの今のやり方で OK だと思いますよね。うん、YouTube やり頑張りすぎて試合がダメになってはいけない。まだまだ選手なんだから、またまた語りましたっていうことですね。まあ多分 YouTube に関しては、宇野くん自身多分もう勝手に撮ってていいよっていう感じだと思う。だから、あんまストレスは溜まってない気がするんですよね。まあ、樹くんやね、もう、家族がこの動画を撮影を多分してると思うんですけど、まあそんな感じで、まあ、うん、ね、宇野くんはのびのびと練習に集中して環境を作ってるのかなっていう感じなんで、うん、この調子でいいんじゃないかなと思いますね。まあプロに転向とかをした後に、まあ羽生さんのようにこうね、ご自身の YouTube を作ったりとか、まあいいのかなっていう感じはあるんですけど、ご自身の YouTube は自分でこう配信したりとかね、やっててもいいんじゃないかなって思うんですけど、ジュゲームさんどうもです。こんにちは。YouTube はそうですよね。私も更新があれば見る程度でいいと思います。それに、翔馬くんは上手に Now ボイスを使いますし、こちらはスマホ1台あればできるそうですから、編集などで時間を取らない利点があります。ライブでなければ一旦チェックを受けてからの配信だそうです。うん。ですから安心感があります。ダメ出し食らったら1から録音だそうで、辛いですね、本当に。うん。田中圭さんは、それが嫌だから長時間の配信はしたくないとか、また仲間たちとのコラボがあれば嬉しいですね、ということですね。うん、
ライブでなければってこう、ライブの方が楽ですね。でもライブとかだと、もうポロッとね、言っちゃう可能性あるんです。いろんななんかね、その、ダメなことを言っちゃう可能性があるんで。うん。まあでもライブの方がなんか、やっぱり、こう伝わりやすいっていうかね、うん、ありますけど、まあ、ちょっと NG がかかっちゃうこともあるみたいですよね、やっぱね。うん。三輪さんどうもです。こんにちは。お返信ありがとうございます。YouTube はゲームのメンバーライブ配信があるんですが、前回とその前、つまり2ヶ月は翔真くんなしで配信をされ、やはりそれだけ忙しいんだと思いますよ。うちも子供がサッカーを朝練や、今日も今出ました。練習があり、夕方遅くまでや、土日ともに試合などがあり、疲れるし、ご飯やお風呂に勉強と忙しい。うん。ほんとね、もうすごいですよね。もうスケジュールが過密で。時間があるようであまりなくてもたまにゲームをしたり少しだから翔真くんもそうですねずっと4月からオフもシンプルやアイスショーだらけだからマネージャーさんたちも同行で、大変なはずですね、前はナウボイスもアイスショー後に、すぐに毎日上げてくれましたがいろいろ文句をイチャモンをつけたり変な人も出てきたからかえって、メンタル下がりそうだから上げなくなりましたね残念。名古屋公演は上げてくれましたが、ショートがどうのこうの言われて、大阪は上がらず、すぐに次の日は仕事だったから、やはり忙しいですね。あ、これはだから、なんでグラビティだったのっていう話でしょうかね。うん。またそのうちに上げてくれるのを待っていますよ。ナウボイスは本田圭佑さんたちとの約束のお食事会も録音か録画したらですが、まだ上がらず、またライブあるかもで待っています。オジゲーミングもメンバーの時にいろいろな本音をさらっと話すから楽しみですが、今月は参加できるかなです。YouTube も便利ですが、変なアンチもいるからそれは勘弁してほしいですよね。うん。まあ、数としてはかなり少ないと思うんですけど、まあ目立ちますからね。うん。では、私たちも暑さや心に負けずに楽しくスケートを見たり応援しましょうね、ということなんですよね。まあ早速試合始まってますからね、いろいろね。うん。本格的にシーズンが始まっていくんで、うん。もう本当に応援でございますね。はい。なみなみさんありがとうございます。なみなみさんからは、ザ・アイスのパンフをご覧になった方ならご存知ですが、持っていない方のために、翔真くんがアンケートでスケート人生におけるターニングポイントを3つ教えてという質問に答えたのは1番、シニア転向2番2019年のフランス大会、3番2022年世界選手権だそうです。なるほど。1はアクセルが飛べるようになり、スケートの楽しさを見出すことができたから。これまさに緑トゥーランの時と重なりますね。2はコーチの存在の大きさを再確認し、3はまだまだ自分に成長を期待したい、成長できると心より思えるようになったからとのことです。ものすごくカブくんも皆さんも納得できる3つのポイントではないですか。すごくね、振り落ちますね。うん、この3つともですね、僕は宇野くんのインパクトに残っている場面として非常に、大きいです。うん、大きいですね。やっぱりね、特にこの2番目の2019年フランス大会ね、これはね、もう皆さん本当、宇野くんがターニングポイントとおっしゃってるそのままに、ファンの皆さんも思っていることだと思います。もう一致、団結というか、もうなんだろう、一心伝心というかね。うん、そうですね。あとまあシニア転向もやっぱりトリプルアクセル4回転トーループがね、トリプルアクセル苦労した中でので、まあそのね、あの過渡期というかポイントになってましたんで、うん、そんな感じかなと思います。で、世界選手権、まあ、金を取りましたからね。まあ、ここからその、まあ、いわゆる、まあ、追う立場から追われる立場に変わったっていうこともありますんで、まあ、多分、ね、まあ、大きなターニングポイントになってくるかなと思います。まあ、これから宇野くんね、今季始まって、まあ、さらにミラノロード進んできますので、まあ、そこに向けて、まあ、未来になった時に過去を見通したらですね、やっぱ世界選手権のこの金っていうのが、大きなその追われる立場っていうところでの、まあ、ターニングポイントになってくるのかなっていう感じはするんで、うん、非常に納得ですね。うん。また1ヶ月休暇があったらの問いに、練習再開の大変さを想像すると1ヶ月もスケート休むことは正直怖いとのことですが、ゲームや旅行をゆっくりしてみたいとのこと。ゲームはわかるけど、翔真くんの口から旅行という言葉が出てたらびっくり。あ、確かにすごいですね。うん、宇野くんどこに旅行行きたいんだろうね。うん、
それちょっと気になりますね。昔から試合などで海外に行くことはあっても、観光とか全く興味を示さない人でしたからね。少し考え方が変わったのか、心境の変化でもあったのか。でも、翔真くんが南の島で海パンとかは想像がつかないですね。うん。あ、でも、宇野くんならまだ想像つくかもしれないですよ。僕、逆に羽生くんのが想像つかないですね。うん、冬のスポーツ選手って翔真くんだけじゃなくて、なんとなく想像しにくいですね、という。宇野くんが確かに海パン、あ、でも樹くんと一緒に海で遊んでるイメージはなんとなくあるんで、うん、できそうな気がするんですけどね。どうなんだろう。うん、でも家にこもってやっぱりあれかな、大きなね部屋でゲームしてるイメージありますね。うん、なんかあんまりこう環境にとらわれない感じがするんですよね。なんかそんな感じで、もう周りがすごいわーって騒いでても、なんかあんま関係ないっていうね、そんな感じがちょっとそこファンで見えてくるんで、うん、まあそんな感じなんじゃないかなと思うんですけどもね。でも多分旅行に行くときは多分スケート靴とかをね、あの持っていかないと思うんで、まあそんなことこれまでなかったと思うんで、うん、まあ戸惑っちゃう可能性もありますよね。あれ、スケート靴持ってきてないみたいな感じで、うん、なんかあのね、あのまあ、スケート靴ね、持って行ってないのが新鮮すぎてね。うん。はい、そしてマリリンさん、ありがとうございます。荒川静香さんと翔真くんのトゥーランドットについて、荒川静香さん2004年世界選手権金メダル、黒衣装でしたね。3回転3回転3回転成功、これがトリノオリンピックの、金メダル獲得への伏線となるわけです。この時はトリプルルッツだったかな、トリプルトリプルトトリプルループだったかな、確か。あれ、最高からだったかな。荒川静香さんはこの金メダルで、競技生活を終わらせるつもりだったが、またマスコミのスケレンともに、次のオリンピックでの金メダルの期待が大きくなり、やめられなくなってしまう。しかし荒川静香さんにはアイスショーで、プロとなり滑りたいとの希望があり、選手生活を続けることとなる。うん、うん、2008、これも2006年かなと思うんです。2006年のトリノオリンピック金メダル。青、水色の衣装、ライバルはサーシャ・コーエン、スルツカヤ。前評判はサーシャが1位。スルツカヤは病気ごとということもあり、優勝は、しかしロシアの期待は大きい。うん。まあ、この時ね、それこそあのグランプリファイナルで真央ちゃんがね、あのスルツカヤに勝ったんですよね。うん。そう、スルツカヤをね、超えて、なんと、アスナ・マウイ、トップみたいな感じでね、うん、やってまして、まあ、この時ね、争ってましたけど、サーシャ・コーエンはね、ショートプログラムで1位だったんですけど、そう、荒川さんがショートが3位でね、うん、スルーツカヤが2位でしたけどね、荒川さん逆でもね、66点でしたよね、ショートプログラム皆さんね。荒川静香さんは、日本選手権の後、オリンピックの前、確か2ヶ月ぐらい前は、コーチはモロゾフに変え、フリープログラムも荒川静香さんの大好きな世界選手権で滑った、トゥーランドットに変えたということですよね。まあ、この時、彼女はですね、このシーズンは、ショートプログラムが確か、ラフマリノフの、パガニーニの主題による教職でしたけどね。まあ、そのショートをですね、でフリースケーティングが、オーケストラバージョンの、幻想ソフト曲を使ってました。これをね、ショートプログラムに変えたんですよね。で、フリーをトゥーラに戻したんですよ。で、しかも、これは全日本選手権終わってから決めたことだと思うんですよね。だから短い期間でしたけど、もうゆったりとゆったりと滑ってましたよね。荒川さんが選手生活最後と決めていたんで、滑り対局で挑んだ。また、イタリア開催の、世界三大テナーのババロッティが歌うという最高のお膳立てとなりました。この時、荒川さんは運命を感じたというふうに言ってましたね。うん。何か運命的なものを感じたって。そして、うん、重要なのが滑走順。荒川さん、ショートプログラムを終え、最終滑走。え？荒川さんって最終滑走だから。サーシャとスルツカヤは、世界選手権での3回転、3回転、3回転を絶対やるであろうにと思ったことがプレッシャーになり、2位、3位となった。うん。荒川さんは2人の演技を見て、3回転3回転3回転どころか、3回転かける2回転に大幅にジャンプを落とすことで楽しくおおらかに滑れた。そしてアイスショーにプロスケーターへと夢へ向かうということですね。この時確かね、フリースケーティングの、女子の2006年トリノオリンピックの滑走順は1番目が、ジョージアの、なんとかシビリ、うん、ちょっと思い出す名前、ド忘れしましたけどね、なんだっけな、
グルジアの、あれ、ちょっと思い出せない。有名な人なんだけど。エレーナ・デレバディシビリだ。うん。で、2番目が、サーシャ公園でしたね。で、サーシャ公園は確か、あれ、アルメ、デレバディシビリがアルメニアン・ラプソディを使ってて、2番目が確か、サーシャ公園でロミオとジュリエット使ってて、3番目が荒川さんだった気がしますね。で、トゥーランドットでしょ。4番目がこの荒川さんの大歓声の後で出てます。そんな中でも集中力が集中できる、すぐに踏み絵って感じで、ラクマニノフピアノ協奏曲2番で、紫衣装を使ったんですね。で、5番目にアメリカのケミー・マイスターが芝の女王を演じてましたね。うん、あれだけ練習で成功していたのに、ここで失敗ってね、言ってましたね、カリアさんが。うん。で、6番目に一番最終回数がスルーツカイでしたね。スルーツカイは赤の衣装で、確か、なんだっけな、フラメンコを滑ってましたね。うん。彼女はトリプルループで転倒しましたね。うん。そう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 。で、スパイラルも硬さがあったんですよ。そして、翔馬くん、グランプリファイナル3位、シニアになっての銅メダル。ミドリー賞、翔馬くんの18番、ジャンプはダブルアクセルからトリプルフリップ、ジャンプ、スピン、スケーティング表現、ホールパッケージと言われる。タラサワは翔馬くんのスピンが大好きと言っていた。カートと、タラ、カナダ放送は、これカートブラインディングですね、はリンクの長い方、60メートルかな、を、2.5 秒で滑ると簡単、すごいですね。うん、なるほど。ピョンチャンオリンピックは銀メダル。青衣装、18番ジャンプはトリプルアクセル、オイラー、トリプルフリップ、4回転トーループだけから4回転ルッツと4回転フリップ、あ、4回転ループと4回転フリップと増えたけど、4回転ループ、表現は、翔馬くんは、緑トゥーランはスカスカだった、と、美穂子先生と振り付けを代表、あ、そういうビューでもあったんですね。なるほど。荒川静香さん、翔馬くんともに振り付けを大幅に変えたことで、同じトゥーランでも変えたと思う。うん。そもそも4分30秒の演技時間だから、元の音楽のどこを使うか、編集するかは、ジャンプ構成、スピンの入れるところ、振り付けで変わるでしょう。うん。まあ、個人的には曲としては、青トゥーランの曲の方がなんか好きなんですけど、まあそういう感じでね。うん。はい。僕は何かとね、トリプルサルコー、トリプルトーループのコンビネーション結構好きなんですよ、この時。うん。まあでもこの時4回転トーループも結構頑張りましたよね、後半。本当ね、頑張れ頑張れって押したくなっちゃう。もう美穂子先生と同じ、頑張れもうちょっとで終わりだからってね、分かりますね、気持ち見てるとね。うん。あ、皆さん、真央ちゃんがハグしたでしたということですね。うん。はい、そして皆さんもう一度です。こんにちは。ピョンチャンオリンピック前は曲や振り付けから全部変えてゴージャスにすると確かテレビインタビューでもいろんな番組で話をされていたからファンが皆さん知っているような、最近ファンになった方々は知らないかもですが有名だから今頃ですが、オリンピックだからやはり王道の曲で緑も評判良かったからと言っていたようなということみたいですね。何年も前だからうる覚えですが、ロコも大好きだからですが初めてのオリンピックだったから、うん、僕ね、すいません、ロコ好きなんですよね。ロコ本当に、僕の今のところのプロペラーテ、それからボレロ、そしてやっぱロコなんですよね。ロコっていうか、まあ、うん、ブレノスアイレス5000で、これすごい好きなんですよね。美穂子先生にこの頃は、全てお任せ、曲も振り付けも衣装もスピンもよく見てもらっていたようですよ。 NHK でも番組で翔馬くんが特集されたり、練習は昔から自分でメニューを考えさせられたり、育ったからその点は言われたことだけではなく、常に考えさせられましたね。うん。理屈っぽいところがあると町子先生は言われていて、ちゃんと考えています。ああ、イメージがちょっと逆でしたね、これはね。なんだか懐かしい。振り返れば毎年いろいろありましたね。うん。いろいろ経験をしたから今の翔馬くんが、素敵に輝いているんだなとしみじみ感じてきましたが、まだまだ進化していくか楽しみですね。うん。フレンズでも怪我なく、ステファンとスピンにジャンプ表現もさらに頑張って、試合までは周りを見たり参考にしてスピンも綺麗にレベル取れるようにしますよね。うん、いつもしているから相性でいろいろ言われるのはまだ全部決めていないし、コーチはそばにいない中頑張っていましたよ。スイス、ザ・アイスが終わったら、行くけれどもと、前にも言われていましたが、コロナが増えてきたから様子見やめたかな。やはり健康大事だが、行きますかね、どうするんだよ。うん、でもどうかな、フレンズがもうすぐですよね。フレンズでもあれか、もう1ヶ月ないですからね、どうなんだろうね。ちょっと
わかります。今、シンコロがちょっとだけも落ち着いてきた気はするんですけど、行ったり来たりになっちゃうんでね、どうするんだろう。でも行くのかな。うん。